時よ、幼き頃俺は信じていた。俺かお前が北斗の伝承者になるのだと。そしていつか故国へ帰るのだと。噂はまことであったようだな。あなたはハン。お前ほどの男が病に倒れるとは、人の世と残酷よな。ラオウはシュラの国に渡った。知っている。さすがはトキ、病に侵されていてもその剣に寸分の狂いもないか。私を殺すつもりか。そうだな、病に先を越される前。激流を制するは聖水。まずは小手調べだ。さすがは海王の弟だ。来いトキ、奥で待っている。仕方あるまい、かかってくるがよい。
天国へ行くがいい。安らかに死ぬがいい。誰かは知らぬ生病法は使わぬこと。安らかに天国へ行くわよ。ヒョンギー、もう絶対僕との剣法とは戦わないやろ。仕方あるまい。かかってくるがいい。死ぬぞ。せめて痛みをします。
せなくて死ぬわ。シアノミスタは手段を選ばずただ勝ち、生き残ることのみ。我が実戦の剣の前で若仕込みの剣など通用せぬ。激流を制するのは聖水。私は倒せない。こうなることは戦う前から分かっていたはずだ。大丈夫だ、戦える。せめて痛みを知らず安らかに死ぬがいい。では存分に殺し合おう。退屈しない、命のやり取りほど面白いゲーム。悔しかろう、トキ。俺もだ。病を帯びた剣になど挑む価値はない。お前はラオウを超えることも
俺に勝つことすらもかなわぬ。もはや生きていても意味があるまい。それは私が決めることだ。はん。私はこの体でラオウを超えると誓った。だがラオウはここにはいない。なれば故国で待とうぞ時よ。お前の誓いその体で見事果たしてみせよ。俺がお前を葬るのはそれからの方が面白い。ああ、約束しよう。